クローウィング軍はアメリカ合衆国ミネソタ州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は62,500人であり、2000年の55,099人から13.4%増加した。軍庁所在地はブレーナード市であり、同軍で人口最大の都市でもある。クローウィング軍は1857年5月23日に設立され、 1879年3月3日に組織化された。軍名はクローウィング川から取られ、その川はカラスの羽のような形をした川中の島から名前を得ていた。軍が形作られ命名された時の20年以上前にミシシッピ川東岸のクローウィング川が注ぐ地点の反対側に交易拠点が設立された。1837年。 クローウィング川合流点の北に面する地点に再度、毛川交易業者の拠点があった。その数年後、そこはインディアンとの交易中心となり、地域のための雑貨屋があった。1866年までにその村には、約600人の白人とチッペは俗インディアンがいた。ミシシッピ川西岸にある原、クローウィング群の領域が、1887年2月18日に、 衆議会によってカス軍から譲渡され、軍領域は2倍になった。1870年にブレーナード軍区が設立されたが、この時、ノーザンパシフィック鉄道の調査でミシシッピ側の都下店がブレーナードに決められた。ブレーナードは1881年11月19日に死になった。この氏名はノーザンパシフィック鉄道会社の初代社長。 J. グレゴリー・スミスの妻の名前を取ったものだった。ブレーナード・スミスは小説、気候文などを表していた。ノーザン・パシフィック鉄道は1871年3月11日に最初の特別列車をブレーナードの街に走らせ、定期旅客便の運行は翌9月に始められた。ソークラピッツを経由するチームシティーズからの旅客列車は1877年11月1日が、 発便だった。まもなく元子駅拠点だった、クローウィングの町は、ブレーナードに追い越された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1156.56平方マイルであり、このうち陸地996.57平方マイル、水域は160.00平方マイルで、水域率は13.83%である。クローウング軍には、 クローウィング州立の森とエミリー州立の森という二つの周遊林がある。ミシシッピ川上流盆地にはカユナ湖州立道もある。この地域の地形は穏やかにうねっているところから平坦なところまであり、風景を支配する森林地の間に水域や湿地がある。野生生物も豊富にいる。観光客はオジロジカ、ワタオウサギ、雪グツウサギ、アライグマ、 赤狐、灰色狐、小ヨデ、ミンク、マスクラット、リス、ビーバーを見ることができる。時にはアメリカグマを見られることもある。白頭ワシやミサゴがよく現れ、群内の湿地や湖に豊富にある水域には多くの種類の水鳥がいる。群内には湖や川が多い。主たる川がクローイング川だが、他にも多くの小さな水流がある。 湖として認識されるものは417ある。その最大のものは面積9419エーカーのガルコである。クローウィング郡にはアメリカ合衆国環境保護庁がスーパーファンド適用を指定するバーリントン北部地域がある。この地域はブレーナードとバクスター漁師の間にあり、バーリントン農山鉄道の枕木処理工場があった。 枕木処理工程から出された汚染水が2つの浅く、塩が自然のままの池に送られた。これが汚泥となり、土壌と地下水を発岩性のあるクレオソウと油と打開放航続炭化水素で汚染させた。人工ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。